明日で11年後を迎えます東日本大震災当時飼い主の命を救った愛犬の奇跡が今日行政を動かしました赤沼民さん当時82歳とシーズーのバブ12歳人間でいうと60代くらいだそうですこっちからいないで走ったなあと思うね お疲れじゃなっちゃいけないからバブちゃんがいたからもしかしたら逃げられたのかな命があるのかなそうそ,うそれは逃げてねなかなか足が前に進みづらかったタミオばあちゃんおよそ1キロをバブに引っ張られなんとか急な坂道を登り切ったといいます高台で振り返ると

ずっと一緒にいたいですかバブちゃんそうねどうせいいんだら死ぬの待ってきてよそんな民おばあちゃんも先月93歳で帰らぬ人に現在自宅の跡地が望める高台で静かに眠っていますそしてバブも同じ寺の敷地内に

宮古市は今年度ペット同伴での避難訓練を初めて実施災害時に家族の一員として保護なども含めた同伴避難の仕組み作りを目指すとしています。